こんにちは、アオトです。今回はみんな大好き、アーバンリサーチの特徴とレベル、年齢層をご紹介します。皆さん、アーバンリサーチは知っていますか？聞いたことはあるけど、実際どんなお店なのかなと思っている方は、この動画見て詳しくなっちゃいましょう。知ってる方でも面白いなと思える内容を入れていますので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは、スタートします。アーバンリサーチは1974年に大阪でジーンズショップとして誕生しました。1977年にはアーバンリサーチのブランドを使い、大阪アメリカ村からスタートしています。現在は国内200店舗各ブランドを揃えたセレクトショップとして人気があります。カジュアルファッションのトップラインにあるブランドの一つ、アーバンリサーチは様々な都市をリサーチするのコンセプトをブランド名にしています。カジュアルテイストをベースに世界中からデイリーウェアやドレス、ライフスタイル雑貨までをセレクト。デザイン・ユア・ライフスタイルがアーバンリサーチのキーワードの一つ。世界中の都市からアーバンスタイルのカジュアルアイテムを集めています。ウェア・バッグのほか、靴、アクセサリー、小物まで、アーバンリサーチは10以上のブランドレーベルを立ち上げています。アーバンリサーチは大手セレクトショップユナイテッド・アローズやビームスとクラブ、トレンドを意識したアイテムを低価格でリリースしています。ブランドスタイルは都会っぽいアーバンスタイルをベースに、リラックスしたラフな服装がイメージです。アーバンリサーチには様々なレーベルがあります。そのレベルを一つ一つ見ていきましょう。最初はアーバンリサーチ。都会的で洗練された洋服をワークやミリタリーなどのカルチャーを反映させて、都市に生きる自分らしい人々へのライフスタイルを提案していくセレクトショップ。デザインはライフスタイルをテーマに、さまざまな都市をリサーチ。カジュアルテイストをベースに、世界中からデイリーウェアやドレス、雑貨までは幅広く展開。品質が良く、トレンドも抑えたアイテムが比較的手頃な価格で手に入るレベルです。センスオブプレイス by アーバンリサーチ。ザ・ワールドスタンダードファッション。グローバルトレンドをファッション感度が高く好奇心旺盛の全ての男女に向け、より早く、よりリーズナブルに展開しています。クリアでシンプルな空気を意識したコーディネート、小物を含めトータルで提案しています。とにかく旬なトレンドアイテムを、ファッション感度のいい若者に手に入りやすい価格でリリースするブランドです。次はアーバンリサーチドアーズ。今の暮らしを心地よくをテーマに、着る、食べる、住むという人々の暮らしを内面から心地よくしてくれるアイテムラインナップが特徴です。カジュアルのキーとなる日々の生活に着目し、飾りすぎないファッションを揃えています。新しいスタイルとベーシックさをぜひドアーズで探しに行ってみましょう。ドアーズはビームスのビーミング、ユナイテッドアローズのグリーンレーベルリラクシングに雰囲気が近いです。値段もお手頃なものが多く、トレンドを意識したシンプルウェアが多いため、ファッション初心者さんは必見のレベルです。次はアーバンリサーチロッソ。自分の価値観で物を選び、流行に流されるだけではない自分の歩んできた道、クオリティを追求し、洗練された洋服を通じて豊かさを提案するというコンセプトがあります。アーバンリサーチロッソは上質のカジュアルにフォーカスしたレディース中心のセレクトショップです。ショーウィンドウをテーマに、世界中からインポートしたファッションとオリジナルブランドを提供しています。デザインは洗練されたハイセンスなものが多く、年齢層も少し高めです。アーバンリサーチの年齢層はセレクトショップとして特徴的なナノユニバースと比べると、ナノユニバースは20代から30代の若い人向け、アーバンリサーチは30代以上のやや落ち着いた大人向けの印象です。今回はアーバンリサーチについてご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか？それぞれのブランドの特徴を知って、一緒にファッションを楽しんでいきましょう。今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。